いや、この音がね、いいんですよね。これはね、ちょっともう一個どうしようかな。みなさん、こんにちは。ジェイソン・レゴブルだ。ヒレイだ。はい、今回紹介するレゴはこちら、レゴマーベルベビーロケットの宇宙船です。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは2023年に発売されたレゴマーベルシリーズです。ちなみに私ヒロゲンはマーベルシリーズはスパイダーマンぐらいしかわかりません。ちなみにこちらは今年のトイザラスのハッピーバッグの中に入っていたレゴになっております。外箱はこのようになっていて、この宇宙船の形が結構かっこいいなって思います。ちなみにこちらはガーディアンオブギャラクシー3の作品になっていて、ちなみに僕ガーディアンオブギャラクシーシリーズは1作品も見てないので、誰が誰だかわかんないです。箱の後ろはこんな感じです。こちらの定価は4980円で、ピース数は330ピースです。ではこちらのベビーロケットの宇宙船を組み立てます。ベビーロケットの宇宙船です。はい、完成しました。冒頭でも言ったんですけど、マーベルシリーズは全然知らないんですけど、このベビーロケットの宇宙船がメカ的な造形があってすごいかっこいいと思います。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で30分かかりました。最近組み立てに1時間超えの作品が多かったので、めちゃくちゃ作りやすかったです。はい、このセットに付属するミニフィグは全部で2体です。これがベビーロケットで、これがロケットです。ちなみにロケットなんですけど、ワンプレート分上げてます。これワンプレート分上げないと後ろの尻尾で倒れちゃうので、今回はワンプレート分上げております。はい、まずこちらがベビーロケットです。全体をぐるっと見回すと、このようになっております。顔のプリントパーツがすごいよく作られてると思います。はい、続いてはこちらのロケットです。全体をぐるっと見回すと、このようになっております。このガーディアンオブギャラクシーの隊員スーツ、めちゃくちゃかっこいいですね。右手にはブラスターを持っています。ちなみにこのプレートパーツを取った状態だと、はい、このようにちょっと不安定になります。で、なおかつ武器を外すと、ちょっと前に倒れてるように見えちゃいます。尻尾なんですけど、もうちょっと短くしてもよかったんじゃないかなって思ってます。ちなみにこのロケットとベビーロケットの関係なんですけど、ベビーロケットの成長した姿がこちらのロケットです。はい、それでは続いてはこちらのベビーロケットの宇宙船を見ましょう。この宇宙船がとにかくかっこいいんですよね。先ほど言った通り、結構割とメカニカルな造形になっていて、めちゃくちゃかっこいいです。はい、全体をぐるっと見回すと、このようになっております。上から見るとこんな感じで、下から見るとこんな感じです。では近くで見ましょう。ちなみにこの腕みたいなものは着陸ギアで、着陸ギアに使われてるパーツが結構メカニカルな造形をしていますので、めちゃくちゃかっこいいです。ちなみに着陸ギアの前のブースターはこのようになっていて、この部分がジェットノズルになっていて、この部分はおそらくタイヤだと思います。この部分が操縦席になっていて、これ面白い組み方してるなって思ったのが、このクリアパーツなんですけど、逆さまについております。普段だったらこういう感じなんですけど、この宇宙船は逆さまが標準になっています。これ結構面白い作り方をしてるなって思います。続いて操縦席はこのようになっていて、作りについては意外とシンプルになっていて、この部分がプリントパーツになってます。続いて胴体部分はこのようになっていて、胴体も結構面白い造形をしてます。で、この胴体に使われてるパーツが結構割と珍しかったりするので、これもなかなか面白いなって思います。続いてジェット部分はこのようになっていて、ジェット部分も結構いろんなパーツを使われていますので、すごいメカニカルな造形になっております。後ろから見るとこのようになっていて、ジェットエンジンが3つついております。そしてシューターがついていますので、ここを押すと、はい、こんな感じで発射させることができます。ではこちらのベビーロケットの宇宙船の可動範囲について説明します。この宇宙船なんですけど、ギアパーツがめちゃくちゃ使われていますので、かなり動きます。まずこの着陸ギアのエンジン部分がこのようにピンで回転して、で、付け根の部分がこのようにヒンジでこのように動きます。このように動かすこともできます。後ろのエンジンもこのようにクリックで動きます。いや、この音がね、いいんですよね。
であとはこのように倒すこともできます。なので可動範囲を生かしてこのようなポーズも取らせることができます。これ箱の時点で結構動くんじゃないかなって思ってたんですけど、めちゃくちゃ動きますね。ではロケットとベビーロケットを乗せたいと思います。ちなみにロケットはこの部分で、ベビーロケットはここに乗せます。まずベビーロケットを乗せて、その後ロケットを乗せます。ちなみにロケットを乗せる際は尻尾パーツは取り外しておきます。一応尻尾あっても乗せられるっちゃ乗せられるんですけど、ちょっと壊れたらまずいので尻尾は外しておきます。はい、ロケットを乗せるとこんな感じです。いや、これはめちゃくちゃ雰囲気が出ますね。ただ、これロケットは見えるんですけど、ベビーロケットはちょっと見えづらいかなって思います。ちなみにロケット以外の普通のミニフィグもこのように乗せることができます。はい、こんな感じで普通のミニフィグも難なく乗せることができます。ちなみにこちらのベビーロケットの宇宙船なんですけど、このベビーロケットが研究施設から脱出に使った宇宙船になっております。これ作品が好きな人にとっては結構おすすめできるセットなんじゃないかなって思います。で、あと個人的に言えば、このベビーロケットの宇宙船に使われているパーツが結構レゴロボットに使えるパーツがありますので、これはねちょっともう一個どうしようかな今アマゾンで1300円引きの3600円ぐらいで売られてるので、まあちょっと考えておきます。はいはい、レゴマーベルベビーロケットの宇宙船はこんな感じです。はい、ということでレゴマーベルベビーロケットの宇宙船を組み立ててレビューしてみました。まずこのベビーロケットの宇宙船自体が意外と大きくて、全体的にメカ的なモールドが入っていてすごいかっこいいと思いました。このセットはマーベルシリーズが好きな人にとっては結構おすすめできるセットだと思います。で、このベビーロケットの宇宙船にはレゴロボットで使えるパーツがいっぱい入っていますので、まあ作品知らなくてもパーツ目当てで買うというのもありなんじゃないかなと思います。ちなみにこちらのセットは今 Amazon で3600円ぐらいで売られていますので、パーツ目当てで買うかどうかはちょっと考えておきます。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ、ハハハハ。